多系統萎縮症は代表的な神経変性疾患の一つである。進行性の小脳症状をしばしば呈することから、脊髄小脳変性症の一型と分類され、日本の脊髄小脳変性症の中で最も多い。かつては、小脳症候を主張とするものは、オリーブハシ症脳萎縮症、起立性低血圧、排尿障害、 睡眠時無呼吸などの自律神経症状を主張とするものは、シャイドレーガー症候群、動作看慢国際美歩行、姿勢反射障害などのパーキンソン症候群を主張とするものは、戦場体国質変性症と分類されていた。これらを包括する概念として1969年にグラハムやオッペンハイマーら多系統萎縮症という疾患概念を提唱した。 1989年に、米国のパップラが、MSA では、臨床病形に関係なく100%の例で、オリゴデンドログリアに、シギン性封入体が出現することを報告し、疾患概念として確立した。この封入体が、グリア細胞室内封入体と呼ばれ、MSA に特異的な封入体である。1998年には、 G 氏がアルファーシ死ぬくれン陽性となることが報告され、MSA はパーキンソン病やレビー固定病とともにアルファー死ぬくれのパチーという新たな疾患概念を形成することになった。MSA は臨床症状により MSAP と小脳失調が優位になる MSAC に大きく分類される。ギルマンらによって提唱された診断基準では、 臨床病形は、小脳失調の強い MSAC と、パーキンソン症候群が強い MSAP に分かれる。第2回コンセンサス会議では、優勢な運動症状が、強じ的に変化しうることを踏まえて、MSAP と MSAC の故障は、評価時点の主症状を指すことになった。発症時期は、運動症状もしくは、自律神経症状を自覚した時である。 あるいは疑い例の基準で定義された自律神経症状を自覚した時とされている。発症時期に委員や女性の性器感度低下は含まれていない。MSAC と MSAP の相対的頻度は地域や人種の違いによって異なる可能性がある。ヨーロッパでは MSAP が多いが日本では MSAC が多い。日本から家族性の発症の報告もある。 排尿障害と起立性低血圧が重視されている。高度な自律神経障害は、パーキンソン病の除外基準ではないことにも注意が必要である。排尿障害は MSA では、早期から高頻度に出現することが多い。MSA の排尿障害では、蓄尿障害と排出障害の両方が見られる。アンケート調査では、日中頻尿、夜間頻尿、尿意切迫感、 切迫性尿失禁、排尿開始遅延、排尿時間延長、尿税低下、間欠排尿、腹圧排尿が健常者比較して高頻度であった。また、MSA 患者の自律神経障害では、排尿障害は96%で認められ、起立性低血圧の46%よりも高頻度であった。この検討では残尿が74%認められ、 100ml 以上の残尿が52%で認められていた。発症1年目は平均残尿量,量が 71ml であったが5年後には 170ml と優位な増加が認められる。MSA 患者20例とパーキンソン病患者20例の検討では、MSA 患者では残尿量,量がパーキンソン病患者よりも多く。 100ml 以上の残尿は MSA では11例に認められたが、パーキンソン病患者では1例のみでしか認められなかった。頻尿や夜間頻尿は MSA と PD のどちらでも認められるが、尿失禁と残尿は MSA では早期から認められるが PD では早期から認められることが稀のため鑑別や早期診断に重要である。 起立性低血圧は排尿障害に比べて頻度は低く進行してから顕在化することが多い。起立3分後よりも10分後の測定により、王の頻度が増えることが報告されている。初期より高度の起立性低血圧を示し、失神を繰り返す例もある。生体のキー性運動が上気道閉塞の原因として重要である。 吸気時の気道狭窄音や吸気時のため息も MSA に特徴的な呼吸障害とされている。診断基準では全名は MSA 疑い例の基準における補足的特徴の一つになっており、吸気性ため息はレッドフラックスの一つになっている。パーキンソン症候群が知られている。新鮮では不規則でミオクローヌスも合併しうる姿勢自新鮮や 動作自震線を認める一方で眼薬丸目様の PD に特徴的な安静自震線は稀である。パーキンソン症状は左右対称の場合が多いが非対称例も少なくない。姿勢保持反射障害は PD よりも早期に出現し進行速度が速い。L ドーパへの反応性は初期には認められることもある。日本では稀であるが新部圏反射更進や バビンスキー反射が認められることがある。歩行運動失調が最多で、小脳性高温障害や小脳性眼球運動障害を伴う症例も多い。早期の眼球運動以上では、眼神は認められず、単形挟ま立動性眼球運動、衝動性追従運動及び測定障害性、サッケー度などが生じる。拡張性中止障害や衝動性眼球、 運動速度の患者化は、MSA の特徴には含まれない。かつては認知症は、MSA 診断に否定的な症候であったが、MSA では遂行機能障害を中心とした、前頭葉機能障害を認めることが、明らかになった。神経病理学では、MSAC では、下オリーブ核、強角、小脳皮質に、MSAP では、比較の背外側部と黒質に、 高度の神経細胞脱落とクリオーシスが認められる。さらに、自律神経系にも神経脱落が認められる。しかし、これらの系統が単独で障害される例が存在せず、実際には、オリーブ発症脳系、洗浄体黒質系、自律神経系の3系統が様々な程度と、組み合わせで障害される。どの系統が最も早期から障害されるかによって、 臨床的病形が決定される。運動ニューロン系も MSA の病変部位となる。また前頭葉、側頭葉の萎縮大脳白質後半編成などが認められる場合も、ある。アルファシヌクレーン免疫染色では、オリゴデンドログリアの細胞室内に、G 種が認められるグリア細胞内封入体は、オリゴデンドログリアに認められ、MSA の病理診断では必須である。 G 氏は HE 染色では、淡いピンク色であり見落としやすいが、ガリアス染色、またはアルファシヌクレーン免疫染色を用いると、明瞭に検出できる。G 氏は異常フィラメントが収束した構造物である。G 氏は、中枢神経系に後半に分布し、特に神経細胞脱落を呈する神経核並びに、その投射繊維に多い。G 氏が多く認められる部位としては、 線状体、泡を玉、内包、外包、端テーブ、中小脳足、小脳白質、大脳運動やなどが挙げられる。その一方で上小脳足には、G 氏があまり認めないと報告されている。MSA では、オリーブ発症脳系でも線状体黒質でも、線状体黒質系でも G 氏の出現数と、神経脱落の程度は相関している。 MSA における最も早期の変化は、オリゴデンドログリアにおける、アルファーシヌクレインの蓄積、凝集でありその後、ミエリン、軸索の編成を経て、神経細胞子と向かうと考えられている。G 氏は、脳後半に出現し、後半にオリゴデンドログリアが障害されることで、MSA の多系統の障害は説明される。G 氏を含むオリゴデンドログリアでは、核内にも、 天井内視線上の封入体、GNI が認められることもある。また、神経細胞室内封入体である NC、神経細胞核内封入体2や、神経突起内にインドプルスレッツなど知られている。GC、GNI、NC、2位、イロプルスレッツという5種類の構造物が知られている。GC の増加と広がりに伴い NC も増加しやがって、神経細胞脱落が認められる。 パーキンソン病と MSA では蓄積するアルファーシヌクレインの科学的構造は同一と考えられている。パーキンソン病ではレビー固定の形成過程が観察されるが MSA の GC は形成過程が観察されない。パーキンソン病ではグリア内蓄積はあるが核内蓄積は認められないが MSA では GNI など核内蓄積がある。アルファシヌクレイン遺伝子の異常は パーキンソン病は、起こすが MSA は起こさないといった違いが認められる。小脳失調の責任病巣は、多数ある。端底部にある、胸郭神経細胞、その遠心路である端小脳繊維、中小脳足、小脳白質、オリーブ小脳繊維、小脳のプルキンエ細胞のなどが変性、脱落する。MSA のパーキンソン症候群の責任病巣は、 比較と中脳の黒質である。比較では小型神経細胞が脱落し、黒質では緻密体のニューロメラニン含有細胞が脱落する。比較病変は背外側部で、黒質病変は外側で強い。視床下部、瞑想神経肺側核、脊髄中間質外側核、脊髄おぬふ核の神経脱落が認められる。 突然死の責任病層としては、塩髄のセロトニンニューロンの脱落が指摘されている。MSA では、橋や小脳、比較の萎縮などを中心に、様々な異常を呈する。これらの異常は、基本的に MSA に生じる、病理学的な変化を捉えていると考えられている。MRI 検査では、比較、橋、中小脳、足、小脳、皮質の病変が特徴的である。そして、 臨床症状に対応するように MSAP では、比較病変が出現しやすく、MSAC で、0 p ル l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  は橋や、小脳の病変が出現しやすい。また MSA では上昇脳足に目立った異常を示さないため進行性拡張性麻痺などとの間別に有効である。MSA における MRI の異常所見は、病初期に認めなくとも、 病気の進行に伴って新たに出現することが報告されている。ヤギシタラは 0.5t の MRI で MSA に属するオリーブハシ症能意識症、洗状体黒質変性症、シャイ、ドレーガー症候群の脳幹と症脳の病変の特徴を解析している。彼らの解析では、脳幹と症脳の意識は、アップ化が最も高度で広範であり、ついで SNT、SN sds という順になった。三疾患とも箸底部は、下部が上部より、小脳は上部が下部よりも高度な萎縮が認められた。この結果から、箸小脳炉の変成は、箸底部部と小脳上部を結ぶ繊維から進行することが示唆された。MSA において、比較では、神経細胞の変成と脱落、グリオーシスト鉄の沈着などをきたし全体として、萎縮する。 萎縮は特に腹足よりも肺側に強いことが一般的である。比較外縮することによって MRI 上、外側の境界が正常では外側に凸になっているが MSA では直線上になる。比較の萎縮に伴い、比較の災害側を中心に T に強調画像で線上の高信号となる病変を認める。比較外へに野外法で 組織被白化に伴い細胞外スペースでの水分含有量が増加したことを反映した所見と考えられている。この病変を DBH またはスリットサインという使用する MRI の磁場強度で信号が異なる。すなわち萎縮の程度と鉄の含有の相和で決まる。DBH は MSA で特徴的な所見であるが SCA17 や 成人型 GM1 ガングリオ指導室などでも認められることがある。健常者でもしばしば比較外縁が t に高信号を示す場合もある。健常者では外縁全体あるいは前方部に見られやすく 2mm 以下の厚さで連続性が保たれることが多いのに対して MSA で見られる異常は後方優位で連続性が失われていることがあり比較の萎縮を伴うことが多い。 比較の外側が正常では外側に向けて突になるが、MSA では、比較の萎縮のため直線上になっていることが多い。線上の高信号が比較を超えて、内方前足に達するのは、MSA の初見ではない。MSA において、橋では、胸郭の神経細胞の変成と脱落、グリオーシスト、横層繊維の変成などをきたし、全体として、萎縮を認める。橋の萎縮は、 橋外部に比べて底部に強いことが特徴である。橋底部では正常では複側に向け突になっているが、MSA では逆に関応している。また病理学上、橋では、胸角とともに、横層繊維が編成するため橋内に、t に強調画像を十字状に高信号を呈する、ホットクロス分サインが認められる。HCB を認めた場合診断的価値も高いが、 病初期には認めないことも多い。病初期には、軽度の横層繊維の変性を反映し、横層する T に高信号は認めず、重層する T に高信号のみ認めることがある。この場合連続する2スライス以上で重層する T に高信号を認めた場合は、MSA として診断価値があるとされている。HCB は d p h と同様に MSA に、 特徴的とされているが、SCA2、SCA3、SCA7、SCA8 などでも認められることが報告されている。MSA においては、小脳では広範なプルキンエイ細胞の脱落や、小脳白質有ー繊維の脱落、下流細胞の減少、クリオーシスなどが認められる。過小脳足と中小脳足の萎縮が認められるが、上小脳足は、 比較的保たれる特徴がある。MRI ではこれらを反映し小脳及び、中小脳足の萎縮などを起きたす。小脳の萎縮は、MRI 上、水平段では、横層スリットが多数入るようになり、四上段では、シダの葉のような形態を取ることになる。小脳では、小脳皮質の萎縮が認められる。また、中小脳足では、 萎縮に伴い T2 高信号の病変を伴うことがある。中小脳足の T2 高信号はファクスタスなど他疾患でも認められることがある。小脳失調をきたす疾患には上小脳足が障害される進行性格上性麻痺 SCA3 市場核赤核アワーオダマル体意症と上小脳足の障害が軽い MSA の初期 SCA2 s c a 六、s c a 三十一などが知られている。特に PSP においては、市場角の編成や赤格及び、市場の腹外側角が脱髄を示すため上、小脳足の病変が頻発である。坪ぼらは、冒険例で対象と比較して、PSP 患者における上小脳足の幅が優位に短縮を示していることを報告している。一方で MSA は、 一般的に上昇脳足の異常を示さないために PSP の間別に上昇脳脚病変の有無に着目することが有用と考えられている。診断基準は2008年に提唱された第2回合意生命が最も新しい診断基準である。第1回合意生命に比べてほぼ確実例の診断は大幅に簡素化され、偽陽性の臨床診断を減らすため疑い例であっても 自律神経機能異常を示唆する症状を必須とし、早期診断を目的として、各種補助検査や、レッドフラックスが採用されるなどの改良が、試みられた。しかしこの基準では、自律神経系と運動系が診断に必須であるため、診断時にはかなり進行した状態になっている。確定例は、病理診断された症例である。中枢神経に広範囲かつ大量のアルファ、 死ぬクレーに陽性、自死を伴う神経病理学的所見が認められ、洗浄体国質、またはオリーブ発症脳の神経変性を伴う。尿失禁もしくは起立性低血圧を含む自律神経障害の存在を必須とし、エルドーパ反応不良のパーキンソン症状もしくは、小脳性運動失調の存在が必要である。 小脳性運動失調もしくはエルドーパー、反応性を問わないパーキンソン症候群に加え、ほぼ確実例の基準を満たさない自律神経障害に加えて少なくとも一つの補足的特徴を有する。MSAP ないし MSAC 疑い例の補足的特徴は、MSAP 疑い例の補足的特徴は、MSAC 疑い例の補足的特徴はである。 MSA の診断を支持する特徴としては当初は支持しない特徴とされていたが、下記の特徴を持つ MSA は決して稀ではないことが明らかになりつつある。MSA-C が多くを占める日本と状況は異なるがアメリカでの検討では臨床診断で MSA であっても病理診断で MSA となる例は62%のみであり、残りの38%は別の疾患であった。 その内訳は、レビー小体系認知症が37%で、進行性拡張性麻痺が29%であった。プロビブル MSA での精神率は71%、ポッシブル MSA では60%であった。自律神経障害という点では、レビー小体系認知症、小脳失調という点では、進行性拡張性麻痺が重要な鑑別疾患となる。 レビー固定病でも高度な自律神経障害を伴うことはあるが、MSA の自律神経障害は不自然繊維。レビー固定病の自律神経障害は節後神経を手座と考えられているため、ブグシンチグラフィーが間別に有効である。MSA の小脳失調は中小脳足、PSP の小脳失調は上小脳足が手座と考えられており、頭部 MRI の評価が重要である。 症状に応じた対症療法を行う。小脳症状に対して、タルチレリンなどを用い、運動、作業のリハビリテーションを行う。パーキンソン症候群に対して、パーキンソン病に準じてレボドパなどを用いる。起立性低血圧に対して、男性ストッキング、姿勢指導、塩分不可食、少量の貧海食、交換神経刺激薬、塩分保持性ステロイドなどを用いる。 排尿障害に対して、抗コ,コリン薬などを用いる。残尿が 100ml 以上ある場合や尿兵に対して、完結自己導入を行う。睡眠時無呼吸に対して、簡易呼吸補助器などを用いる。日本の多系統萎縮症患者230名の後ろ向き検討では、中央地では発症後3年で歩行に解除が必要となり、5年で車椅子生活となり8年で寝たきり、 9年で死亡するという経過が示されていた。その後は自然史研究のためた施設共同体制で研究がされている。日本ではジャンサック、ヨーロッパではエンサ SG、北米ではナムッサ SG がある。ナムッサ SG のメイラは北米の MSA の患者を対象にザースを用いて自然史の前向き縦断研究を1年間行い、 知見デザインに関する検討を行った。検討したスケールの中では、NZARS の運動機能に関する評価スコアが進行を捉える評価スケールでは最も有用であった。共分散分析を行いパワー計算を行った。2群間の違いを見逃さない可能性をパワーという。1年間の知見期間で NZARS の運動機能に関する評価スコアが20%減少するという。 改善効果を検出するには90%パワーでは609名、80%パワーでは455名の症例が必要という結果になった。これは現実的には不可能な症例数であり、臨床症状以外により感度の高い評価項目が必要と考えられている。アメリカと欧州で大規模古法と研究は、それぞれ2015年と2013年に結果が公表された。 上記に示したようにいずれも、平均予後は9.5年で、日本での検討と一致した。その他の検討では594例の MSA の検討で、生命予後の中央値は7.51年であり、発症3年以内の転倒、暴行症状、発症3年以内の尿道カテーテルの使用、発症1年以内の王、高齢発症、 自律神経スケールで評価した自律神経不全の程度が予後不良因子であった。また MSA の予後は規立性低血圧を伴うパーキンソン病よりも不良であると報告されている。ありがとうございます。